面倒、大谷殺す気か。去年も大谷登板日に休みまくりやったやん。それでもオッパッピーなら、オッパッピーならなんとかしてくれる。サイス、ワイのことも忘れないでー。モブ控え捕手だったのに、この前のあれでバッチリ覚えられてよかったな。何が一番勝てる先発の時に全力でいかないんやろ。大谷ならいなくても勝てるやろな。現地天気、ギリやれるか。グラウンド状態悪そう。トラウト今冷凍中だからまあ逆にええかもしれん。ハリケーン見に行くんじゃないの。打線。打線普通に悪くないやん。なんでこれで弱いって言われるんや。エンゼルスが弱いっていうのは漠然としたイメージ。レッドソックスに連敗する前は今年のエンゼルスは強いって言われてたぜ。とにかく投打の噛み合いが悪い。大量得点したら大量得点されて負けて投手が抑えると打線も沈黙どっちも悪くない日は守備で崩壊だから、チームオスト防御率はそこまで悪くないんよな。弱いチームの典型やな。エンゼルスのプロスペクトランキング上位だと、今のレギュラーにいるオホッピーとネトだけだから戦力的な上積みはもうないという事実。割とレンドーン死刑囚戻してきてるよな。この前は守備あれやけど基本やっぱり上手いし。汗炭化してて高橋周平思い起こすからクソ。ただホームランでそうにないんだよな。大谷先発試合とか一番勝てる可能性高いのに打線の核外すの、はっきり言って采配下手すぎやろ。休ませるなら捨て試合で休ませろや。なんなん、このうつきないオーダー。トラウトレンドンはベンチで一緒じゃないとあかんのか。寒さあかんのかよ。大谷は球団選ぶ条件に寒くない地域を指定したくらいに寒さが苦手。東北出身で北海道のチームにおったのにあかんのか。鈴木誠也もカブス行った当初クソ寒いて愚痴ってたな。ベンチでトラウトが大谷温める役か。